BC リッチ、BC リッチ、A, BC リッチギターズは1969年にバーンハード・チャーベス・リコによって設立されたアメリカのエレクトリックギター及びエレクトリックベースを製造するメーカー。同社は1970年代に変形シェイプで注目されたエレクトリックギターを作り始め、次の10年間でヘビーメタルの人気をもとに広範な露出を獲得して以来、 しばしばその音楽シーンにリンクしてきた。2000年代に、ケンタッキー州ヘブロンに本社を置く流通会社、ハンサーミュージックグループが買収する前に、同社は1990年代に所有者を一時的に転換。BC リッチは、その後、カリフォルニア州オレンジに本拠を置くプラクシスミュージカルに、買収された。ハイエンドモデルはアメリカでは、カスタムメイドだが、中、低予算モデルは、 アジア各地で生産されていい。多くのモデルが鋭角に尖った独特のルックスを持っており、スラッシュメタルやデスメタルなどのヘビメタル系ミュージシャンから根強く支持され続けている。モッキンバード、アイアンバード、イーグル、ワーロックなど変形とされるボディーシェイプを特徴とする。しかし、過激なシェイプとは裏腹に多くのモデルは ストラトキャスターをはじめとする伝統的なギターと変わらない重量バランス、弾きやすさを備えている。当初は全モデルをスルーネック構造としていたが、現在では価格や人気などを考慮して、セットネックやボルトオン構造のモデルもラインナップされている。また、豊富なスイッチ類を備えており、中には各不要のデュアルサウンド、音色を変える SW やゲインブースターなど、 形10指ものスイッチがついた機種もある。シーガル。外見上は、ベンザの形に基づいた、幾分奇妙なデザインで、このギターは、バーニー・リコによってデザインされた。ギタリストのディック・ワグナーは、エロー・スミスのトレーン・ケプット・エー・ローリニア、ドリーム・オンのリメイクで、リードギターを担当していた。当初、ピックアップは、ギブソンであり、四指揮者として、再配線され、 鉢植えになっていた。その後、ギルドのピックアップも同じように扱われた。1974年から1975年まで、いくつかのカスタムギターモデル、そして1975年から1982年まで、多くのプロダクションベースギターには、カリフォルニア州、パシフィック・パリセーズのセルジニカによって設計された、革新的な調節可能なポールハムバッカー。 ピックアップが装着された。1975年、ディマルツィオは、BC リッチ用のワックス線付き4000式ピックアップを製作することに合意、BC リッチが1980年代後半に独自の設計を開始するまで使用された。1970年代初めに、ニール・モーザーが、エレクトロニクスの設計と監督のために持ち込まれた。彼の貢献は、コイルタップ、フェーズスイッチ、 バリトン、バリトーン、および無効なアクティブプリアンプ、一部のモデルでは2つの設定だった。このエレクトロニクスパッケージは今日までハイエンドモデルで継続されている。シーガルのボディ形状は、椅子に座って演奏すると鋭い上点と鋭い下点のために不快だった。それは、より滑らかな低い点、より単純なエレクトロニクスとかなり稀な無意味な。 バージョンとジュアバージョンを含むいくつかの点が再デザインされ、後に鋭い点のないイーグルのボディ形状に反映された。当時番号は年から始まり、生産数50万37は1975年に作られた37番目のギターになるで始まる6桁の刻印された番号として始まった。PCR のシリアライゼーションに関する多くの言及は、 この点を欠場している。1976年からその数は生産年数 EX から始まった。長年にわたって1000種類以上のギターが制作されてきたため、1980年代には不正確になり4年後に完成した、つまり 88XXX ギターは1984年に作られた。g m w ニール・モーザーは 年を経て手作りされた拒絶され、修理されたボディから作られたストックを供給したが、同社は1989年にクラスアックスによって購入された後、数年間にわたり手作りのネックスルーモデルの生産が中止された。クラスアジアが引き継いだ後、アメリカ、アジア、ボルトーンのギター用に作られた様々なシリアルスキームがあった。イーグル。このモデルは、 人気の作った、ブラッドウィットフォードのエアロスミスやニール・ジラルド、ギタリストとのも、オッド・パッド・ベネターまた彼女の初期のアルバムやビデオのいくつかに、彼のイーグル演じた。モッキンバード、BC ・リッチ・モッキンバードは、ジョニー・ゴーゴー・ケッセルによって設計された。ジョエ・ペルリによって、エロスミスの人気を集めた。モッキング・バードモデルは、 ガンズ・ウェヌ・ローゼズのリードギタリスト、スラッシュが、ユアユイリュージョン・ワールドツアーで演奏して、後の1990年代初めに復活した。ビリッチ。BC リッチの最も一般的なラインは、BC リッチビッグ10文字列モデルである。ビッグ10弦ギターは、ニール・モーザーのデザインだった1960年代後半に、モーザーは、ジミヘンドリックス。 スティーブン・スティルズ・クロスビー、スティルズ・ナッシュ。ニールは1974年から1985年まで、バーニー・リコ、BC ・リッチの下請け業者として働いた。ブック・リッチとの彼の時代に、最初のビッグ10弦プロトタイプギターを考案、設計、制作した。ビッグのギターは、バーニー・リコ、BC ・リッチの所有ではなかった。このデザインは、ニール・モーザーと契約して、 b c リッチにライセンスされている。ハンサー、ホールディングズ INTL, b c リッチに対するニール、モーザーの訴訟により、モーザーカスタムニターズと HHI、BC リッチが、リッチビッチスタイルのギターの独自のバージョンを制作する、権利を得た。ニール・モーザーは、元のボディテンプレートの所有権を放置している。モーザーカスタムショップモーザー10と、BC リッチビッグ PMS、モデルは、 1985年以前の BC リッチ、リッチビッグボディデザインに最も近い表現だ。モーザー10モデルは MHHIBC リッチ R ヘッドストックインレイと比較して、ビッグはヘビーメタルとそのジャンルを引き出すギターに分類することもできる。BC リッチビッグ PMS 10文字列プロトタイプ、リッチビッグ1 0弦ギターの25周年記念を記念して、 HHIBC リッチは、元の BC リッチルイエースニール・モーザーと、サル・ゴンザレスと契約し、ビッグジューストリングモデルのオリジナルプロトタイプの25本の手作りのレプリカを製作した。これらの手彫りの脅威は、オリジナルのプロトタイプモデルと同じエキゾチックな森、黒いアフリのクルミ、メープル、ブラジルのローズウッドを使用して、ニール・モーザーオリジナルの1978年の ボディテンプレートから作られた。ニール・モーザーとハンサー、ホールディングズ・ INTL の間の契約上の問題のためにわずか16の PMS モデルが生産された。これらは限られた生産数のために BC リッチコレクターによって非常に賞賛されている。これらの限定モデルは真の BC リッチギターの最後を代表するものと考えられている。オリジナルのプロトタイプは 現在ダンローレンスによって所有されている。ワーロック、ワーロックモデルを1980年代初めに導入したことで、b c リッチはヘビメタルミュージックのジャンルに押し上げられた。著名な初期のプレイヤーには、ニック・マースとニキシックスのマタリー・クルー、リタ・ホード、ポール・スタンレイのキス、ミラートップが壊れている、クレイグ・ゴールディ・オブ・ディオと、ジュフリア、若いプレ、 レスポールプレイングスラッシュが含まれていた。その人気は、スレイヤーのケディキングこれに、バリエーションがあり、b c リッチリベンジウォーロックは、メイプルネック、ローズウッドのフレットボード、マホーガニーのボディを持ち、クロームハードウェアを備えている。また、それは、本物の未亡人の主人公を持っている。アイアンバード、1983年に、ジョイリコによってデザインされたアイアンバードは、 モービドエンジェルのトレイやゼイグタースを含むヘビーメタルギタリストの間で人気を博した。元のモデルは尖った逆ヘッドストックを持っていたが、21ショートトンセンチュリーバージョンは通常の尖ったヘッドストックを持っていた。アクリルシリーズ。これらのギターは完全にアクリルで作られていて、そのボディは透明であり、内部エレクトロニクスを透過することができる。オリジナルのアクリルモデルは、 木製のヘッドストックを備えたメタルネックの標準的なボルト止めを特徴としていたが、後のモデルでは本体と同じ色にマッチし、ギターの全体的長い感をより魅力的にするアクリル製のヘッドスックが特徴だった。アクリル製の緻密なアクリルの比重は 1.18gcm3 であり、ほとんどの森より更新の履歴書、森のおそらく最も重いものは、 1> 約 1.23g、センチメートル3とされているギターが重くなる。2006年、BC リッチは IT インビザボールとテクノロジーシリーズを発表した。このシリーズでは、ネックはボディの中にボルトで固定されている。スルーネックだが、ネックジョイントはまだ見える。ボルト締めとスルーネックの両方の要素を組み合わせている。リッケンバッカーとジャクソン同様。 BC リッチは使用するネック自分の楽器の多くでボディデザインを。BC リッチはヒールレスジョイントのパイオニアでもあった。さらにギターの内部にあるピックアップやトーンコントロールなどカスタムバッテリー駆動のアクティブなエレクトロニクスを使用していた。これらの電子機器はもともと考え抜かれて設計されたニールモーザーコツサイク部品やカスタムショップで多くのセットアップを手伝ってくれた。 彼は彼のデザインの一つであるリッチビックのような翼のあるギターに足を付け加えた。彼らのギターはエレクトリックギターのタイプに似たスタイル。例えばテラカスタースタイルのブラスターをハーレー・ダビッドソンのガソリンタンクの形をしたボディを持つファットボブのような珍しいスタイルに変える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。